美の祭典とも呼ばれる2022ミスジャパンの佐賀大会が昨夜佐賀市で開かれ、20人余りの女性がスピーチの表現力などを競いました。ミスジャパンは表現力や内面の美しさなどを競う大会で、全国大会出場をかけて各地で地区大会が開かれています。18歳から29歳を対象としたミス、10歳から17歳までのティーンズなど4つの部門に分かれていて、県内外から21人が出場しました。審査の結果、グランプリは佐賀市出身の俳優川崎瑠奈さんに決まりました。スピーチの力強さや佐賀をアピールする情熱などが評価されたということです。お待ちください。もう言葉にならないぐらいの感謝の気持ちとたくさんの嬉しさでいっぱいです。自分自身と向き合うっていう、そこのミッションは自分の中では達成できたので、もう100点満点をあげたいです。地区大会のグランプリは来月16日に東京で開かれる全国大会に出場します。